ゲストアクション。この時間は東京海上日動ほか各社の提供でお送りします。 TBS ラジオアクション、905954ゲストアクション。TBS ラジオアクション、ライターの武田砂鉄です。高坂理香です。ここからは毎日ゲストをお招きするゲストアクション。本日のゲストはお笑いコンビフォーリンラブのバービーさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お会いしたかったでございます。いや、こちらこそです。まあ、皆さんね、まずその心配されてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、アキレス腱を断絶。はい、はい、もう完全断絶ですね。完全断絶。切りました。はい、お具合は具合は、ちょっと、うん、装具っていうのをつけてなきゃいけないんですけど、それがぶっ壊れてしまったので、結構今スレスレの状態で生きてます。スレスレ、はい、もうすぐ取れます。もう本当に、はい、ヨシキさんかバービーさんかってぐらい心配してますよ皆さん。本当ですか、ね、そんななんかヨシキレベルまで行っちゃっていいようですか。あ、嬉しいな。まあ、今回僕バービーさんお会いするの初めてなんですけども、はい、まあ、なんでお越しいただけたかっていうとですね、僕があるバラエティ番組を見てたら、はい、そのバービーさんの自宅訪問っていうのをやってて、まあ、僕そのタレントさんの自宅訪問やると必ずその本棚が気になっちゃって、はい、その本棚が映ると一時停止をして、で、嫌でしょ、やらしい、やらしい、やらしいの、やらしいですよ、やらしいんだけれども、そのやらしい一時停止の結果、ね、かなりこの方やっぱ本を読まれてるなっていうで、僕結構その前にすごく影響を受けた司法ね、その司法のジャンルとその司法の中でそのジェンダーがどういうふうに扱われてるかっていう本がね、あって、牧野麻子さんっていう方が、その方の本がピッとこうもう一時停止で目に入ったから、はいはい、かなりでもたくさん本読んでらっしゃいますよね。そんなに実際読んでないです。ちゃんと読めてないですけど、あのロケの時も、うん、てか毎回自宅訪問の時には、うん、本棚を写さないでくれって言ってるんですよ。あ、そうなんですか。で、インサートっててそこだけアップにしていろいろ撮る人がいるんですけど、はいはいはい、本棚をやめてくれって毎回言ってるんですけど、多分あの番組だけ、私が目を離した隙に撮ってたんですね。多分全体の部屋をこう舐めるような感じの時に結構そこがパシッと映っちゃってる感じでしたけどね。なるほど。あ、舐めのショットで見たんですか。舐めのショットで見た。舐めのショットの一時停止だから。いやだ、それはもう結構見に行ってますね。もう見に行ってる。なんだ、それこっちの、こっち人の一時停止が悪いの。ああ、そうですか。だからその、撮られる方は別に。はいはいはい。すいません、その。いや、その舐めがある時には、はい、そういう結構、エッジの効いたタイトルのものは抜いてました。あ、でも、あの時はちょっと残っちゃってたんですかね。ああ、ちょっと修正なしの感じで。そうですね。戦争ものとか抜いたりとかしてたんですけど、あの時はガッツシジェンダーが残ってましたね。あ、でもそういったところやっぱり興味が終わりになる感じは。はい、いやー、そうですけど、うんうんうん、なかなかこう、どうなのってこう言われたの初めてですよ。はい、いや、それはだから一時停止するようなやつが、はい、そうです。ろくでもないんですよ。ろくでもないですね。ろくでもないんですよ。でもなんかその、反応してくださったのは、ツイッターで反応してくださったのは、すごい嬉しかったんです。はい、ありがとうございます。やっぱ響いてる人には響いてるんだなっていうか、こういう、見方をしてくれる人がいるんだっていうのはすごい嬉しかったですね。うん、でも本当なんかバービーさんのこうインタビューとか今までおっしゃってたことをこういろいろ読んでると、ね、本当なんかいろいろなチャレンジされてるじゃないですか。こう庭でハーブ育てたりとか。なんで知ってるんですか。日経新聞をすごい愛読されてるとか、はい、そうです。私イギリスのチェルシーフラワーショーっていう、ワールドカップ、ガーデニングの、あれにボランティアスタッフで参加してるんですよ、あら、でもそれは公表してないというか、まあ、したところで、話題にもなんないですけど、それの、ゴールドメダル取った庭にボランティア参加したりとか。でもそういう、あれですよ、チベット体操のインストラクターやってるっていうこととかも入ってますからね。チベット密教専攻だったんで、今日ちょうど、たまたま、シンギングボールっていう、仏教音楽ですか。ボーンってなるやつですよね。はい、あれ買いに行って、買ってきたやつ、あ、すごい。持ってきちゃいました。持ってきちゃいました。ティンシャってやつなんですけど、はい。でもなんかそういうこう知的探求心みたいなものがものすごく終わりになる感じ。すみません、繰り返してるだけじゃないですか。はい、いや、全く知的とは違うイメージなので、パブリックイメージは私の。いや、でも僕にとってのパブリックはもうそっちですよ。はい、バービーさんの。あ、そうなんですね。ありがとうございます。そういうふうになんかいろんなことをやられて、それはでも昔からそういう
好奇心とか探求心みたいのは強いタイプの人だったんですか？そうですね。もともとは大学入るのも、うん、最初犯罪心理学を学びたくて探してて、うん、その間に、チベット密教の本にあって、うんうん、開いた時に雷を打たれ、はいはいはい、ここの書いてる人のとこ行きたいと思って入ったのが、はい、東洋大学のインド哲学科っていう、本当に社会性のない人たちが集まる学科。そもそもでもその大学の学部を選ぼうっていう時に、はい、犯罪心理学っていうのが一発目から出てくるって結構珍しいと思うんですけど、もうそれなんかきっかけがあったんですか？多分同年代かと思うんですけど、あれですよ ね、 切れる14歳の世代なので、そうですよね、はい、2個ぐらい僕の上だと思いますけど、多分まあ切れる14歳とか、はい、17歳とか、そうですそうです、大体もう社会からあいつら危ないぞっていうふうに言われてる、こうクリーンヒットの世代、クリーンヒットなんですよね、はい、犯罪を起こす少年たちの、いつも危ないって言われたんだから、はい、我々どの時代もそうですよね、の世代だったんで、やっぱ犯罪にはすごい興味が、犯罪に興味があって言い方おかしいですけど、まあでもそれをある種自分たちにこう矢印を向けられて危ないぞって言われると、やっぱりなんでそうなるんだろうって思いますもん ね、 うね、うん、あとやっぱどこかに狂気があるんじゃないかってこう自分の中にもこう、うん、なんかこう見出しちゃうかもしれないなという不安とか、うんうん、とかなんで、うん、犯罪を起こすのと起こさないのすれすれのところを知りたいとか、うん、そういうところに興味を持って、多分最初に犯罪心理学を学ぼうって思って、うん、そこからなぜかぐいっと角度変わって、はい、チベット密教の方行ってその雷が落ち、何かの本を読んで、ビビッと雷が落ちたのは何がどうしたんですか、はい、その時チベット死者の書っていう埋蔵鏡なんですけど、はい、それが60年代 のニューサイエンスのブームの時代の時に埋蔵されて、アメリカ人が発見して、それがベストセラーになってるんですけど、それなんかもうビートルズとかがこうね山ごもしてた時代の頃で、それがなんかこう和訳されたみたいなやつを読んだ時に、なんかもうあれですよ、もう私ビートルズぐらいの感覚で、わかるわかるみたいな、その気持ちすごいわかるみたいな感じになっちゃって、まあでもあれですね、浸ってる部分ありますよね、絶対そこになんかこう魅力を得た自分みたいなのと、でもやっぱその科学ではこう答えの出せないところの答えをここには示されてるんじゃないかみたいなとことかをなんか感じて、そのチベット密教に、でそれでグッとのめり込んだのが一番最初です。でもその犯罪心理学をやるときにある種こう自分と社会の中でちょっと不安感みたいのがあって、その不安感どうしようかっていったときに、そういったチベットの話、そういう密教であるとかっていうのを知ったときに、こうスーッと入り込んでいけたみたいな。そうですね。まあ多分どっちにしろ、どっちのジャンルも多分その死情感、みたいなものを多分、まあやっぱ思春期なんで、やっぱそういうところを、まあ、みんな考えますよね。考えてるときに多分ここには答えがあるんだみたいな感じになったんだと思います。はい、そういうなんかこう、生きるとは何だろうみたいなテーマって、まあ誰しも考えると思うんですけど、それってこう、冷静に考えてみて、自分がその学生時代から、中学校なり高校でも、強かったですか、うん、そういう気、なんていうか、こう、根詰めるっていうか。強かったと思います。強かったですか。はい。私は北海道出身なんですよ。で、娯楽なんか全くなくて、で、この間、聞いたんですけど、その、寒いところで何にもないところだと、概念、哲学的概念が伸びやすいって聞いて、もう確かにその通りで、もう自然しかないところで真っ暗な夜空見て、もう生きるを考えるしかないですよね。そうですよね。生きるとはとか、なぜ生まれたのか人は、みたいな。暑かったらもっと海に飛び込んだりできるけど、イエーイって生きるんですけど。イエーイってるけど、寒かったら外を見て、概念ってなりますよね。そうです、そうです。森、自然みたいな。森、自然、私、はい、誰、はい、みたいな。そう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 。神とは、みたいなのかわかんないですけど、もう多分そういうことしか考えてなかったんだと思いますね。でもなんか最初こう、お笑い芸人になるんじゃなくて、こう最初、なんか作家さん、構成作家さんとかを目指したかったけど、なんかこう、表現したいっていう思いも強かったんですか？そうですね。なんかやっぱ自分の、思想だったりとか、色を出せるのってそっちの方だって思ってたし、やっぱそういう、なんか表に出るような人間じゃなかったんで、やっぱ生きるとは、みたいな感じだったんで、絶対に人前に出たくない。で、お金をもらうってなったら作家しかないなと思って、で、書く
仕事ってなんだろうなっていうので養成所を探し始めて、うん、放送作家って作家だからいけるかと思ったら、うん、あのテレビの放送作家ってやっぱ違うんだっていうところで、うん、なんか勝手に、うん、あの、まあ、見てくれとか見てお笑いの方行けって言われて作家コースじゃないだろお前はって言われてで芸人のコース入ったのが最初です。もう全くやる気なかったです。でも芸人なんかいろいろこう調べさせていただきますと、ありがとうございます。やっぱり中学の学園祭でペーパーアドレスとかを作って、はい、やっぱり一世を風靡した時期もあったっていう、はい、ソースご自身ですよ。そうですか。いやいやいや、そう、そうです、そうです。もうその時はもう、はい、デザイナーの振動と田舎では呼ばれてましたすごいもう北海道デザイナー業界が激進したと、はいはい、そうです、そうです、うん、田舎のその周りではすごいパリコレみたいなやつを作ったんで、もう学校一のおしゃれ女子というふうに言われた。そうですね、はい、おしゃれに関しては、じゃあそのおしゃれな部分と生きるとは夜空を見上げるっていうのがそうですね、両方あったわけで、チャンネルとしては。そう、そうですね、なんか一緒だと思ってましたね。芸術の美術の授業の時とかもうなんかよくわかんないオブジェ作ったりとかして、うん、なんか手だけのオブジェとかもうだからもう本当、うん、中二病、ま、ですよね、もういわゆる、もうそういう感じです。はい、でもなんか今本当にそのワービーさんのインスタグラムとか見るとやっぱそのなんか美意識の徹底というか、はい、美意識をどこまでこうなんていうか弾けられるかっていうのすごく徹底されてると思うんですけど、でもやっぱりそれを見てると、はい、やっぱりそのなんていうのかな、 女性の美みたいなのを別に対男性に使うっていうことじゃなくて、そうですね、これは私のための美なんだっていうことを徹底されてるから、はい、やっぱりその中学校時代にそのペーパードレス作って一世風靡した時って別に他者に気に入られようとかって思ってるわけじゃなくて、はい、私これっていうのを、はいはいはい、多分主張されてたと思うから、はい、なんかその頃と今はこうあまり変わらずにというか徹底されてるんじゃないかなっていう気持ちなんですけどね。そうですね、変わらないねとかブレないねとか言われるんですけど、逆に私からするとそれ以外ができないというか、うん、今になっては大人だから、あ、これってやりすぎちゃダメなことなんだって分かるようになってきましたけど、なんか合わせる意味とかが全く分かんなかったんで、うん、多分東京来てからは、うん、何あの変なことは思われてたんだろうなとは今思うと思います。でもそういう芸人さんになりたてでそれこそ最初そんなに売れてない頃だとしたら、はい、そういった自分の美意識を徹底するっていうことよりも、うん、なんかにこう何かの形に合わせなきゃいけないことっていうのもたくさんあるわけじゃないですか。そう、そうですね、そういうのに対してのなんか抵抗感みたいのはなかったんですか。いや、なんか、そういう、うん、なんていうか、業に行ってはじゃないですけど、うん、そういうのはめちゃめちゃできるんですよ。できるって言ったら自分であれですけど、もういくらでも頭下げるし、いくらでもいじられようが平気だし、うん、もうそれこそ、昔の芸人界なんて、うん、女の絶対数も少なかったんで、むちゃくちゃいじられたりとかしましたけど、うん、なんかそれに関してはあんまり、抵抗はなかったですね。あ、こういうもんなんだとしか思わなかったっていうか。うん、でもまた、まあ、その女性の芸人さんたちもいろんな方たちいらして、はいはい、多分そういうこう、いじられる、いじられる、いじられるっていうことを続けてる中で、はい、最初はあったこう、芯みたいのが、ズタボロに崩れる方も多分いらっしゃると思うし、はい、でも、バ、はい、ービーさんのように、それはそれ、はい、私はいつでもっていう、この、はい、両方のパターンが多分、確かに、あるわけですよね。そうですね。なんかこういう言い方したらあれですけど、基本的に彼氏いたりとかすると、うん、基本目すると一人だけ笑ってますから、ね、彼氏いたりすると、そこの最低限の自尊感情は保たれるのかなみたいなのありますけど、じゃあ別にそういうなんかテレビ出る、テレビ、まあ多分本当にとりわけ芸人さんの世界、男社会が、はい、どの社会よりもやっぱり強いとは思いますけど、はい、そこの中に入ってことで、うん、なんかこう動きづらいなっていう風に感じるってことはあんまりなかったというか、ああ、いやいやいや、まあそれはいじられたりとかするのもそういう社会だし、うん、そういうエンターテインメントだし、うん、別に私の思想と愛でなくていいやって思ってやってます、うんうん、だから逆なんていうのかな、今多分こういう番組今回初めて多分本音で喋ってるのかなと思うんですけど、うんうん、このラジオで喋ってると思うんですけど、うんと、まあそのからくりを言ってしまうと笑いづらくもなってしまうっていうのがあるので、
あんまりなんていうんですかね、言うのも損だし、エンターテインメントはエンターテインメントだしっていう感じで割り切ってるって言ったらですけど、はい、まあでもバービーさんのインタビューを読んでると、はい、やっぱりもうその自虐する時代は終わったのよと、あ、自虐なんかしてるんじゃないと、はい、その自虐をするっていうのは、うん、やっぱりその誰かをバカにしてる気持ちがあるからこそ、はいはい、そういう気持ちが生まれてくるんですよっていう、はい、本当にもう今三輪明宏かバービーかっていう感じの言葉がバンバンやっぱり出てくるんですけど、嬉しいな。いや、やっぱりその自虐、でもやっぱり自分なんかもそういうふうに自虐をすることによって誰にも突っ込まれないようにまずしとこうみたいなことっていうのをやっちゃいすぎちゃうことがあって、はいはいはい、やっぱり結構反省することもあるんですけど、うんうんうん、やっぱりその自虐っていうのはこう、まあ、気になるというか注意をされてるところなんですか。そうですね、なんかこう、うん、無理くりじゃないですけど、うん、やっぱ一回コメントもらったことがあるんですよ。私がテレビでギャンギャンブスとかデブとかいじられてるのを見て、うん、女の子からのコメントで、うん、私はバービーちゃんのことそんなにブスだと思ってないのに、うん、私と同じぐらいだと思ってて、うん、私がブスデブ言われてるように感じてすごくショックだったっていうコメントもらって、うん、その時に自虐いけないなって思ったのと、うん、やっぱ自虐してるってことは、うん、その物差しを持ってるわけじゃないですか、はいはい、結果、うん、僕からこうはいじっていいとかダメだとか、うん、だからその全ての人平等ですよとかなんかこう言ってる割にその自虐の物差しは許されるっておかしいなっていう、うん、確かにそうですね、はい、のはなんかその気持ち的にはあって、うん、なんか他の人差別したくないなっていう気持ち、はい、でもやっぱりすごくテレビってものすごく威力があるから、はい、やっぱりそのテレビで起きていることっていうのが、うん、結構その社会であったり一般生活にこうスライドしていくことって多いじゃないですか、うん、責任感じます。そういう、まあ、リスクとか責任というのはやっぱり日々感じること多いですか。めちゃめちゃ感じますね。でも難しいですよね。でもさっきおっしゃったように、はい、それを、うん、でもやっぱりエンターテインメントとして楽しんでもらいたいっていう側面と、うんうん、はい、でもそういったファンの方からコメントが来たりすると、うん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 、うんってなるわけですよね。そうです。だから、うん、例えば私から一番最初にやっていたセクハラ芸が、うん、それは私の中では一つの、うん、なんか発信だったり、うん、主張だったりしてたですよ、私の中ではですよ、でもそれが一人歩きしていって、うん、男性に消費されるだけの芸になってしまった時、うん、ですごく、女性を傷つけてしまうし、うん、意に反してるなと思うから、うん、それはやらないようにしたいなとは思ってます、うん、はい、だからその境目をしっかり自分の中でジャッジしてやれたらなって、うんうん、はい、常にこうなんとか誰かに言われて自分が動くんじゃなくて、やっぱ自分がこう主体的に動いて、そうですね、笑いを取りに行くっていう、はい、そうですね、私が境目、はい、うん、ただただケツ出しておパンツ出して、うん、でやってるのは、うん、私の主張であって、それをパンツめくられる、うん、見せてくれって言って見せるはまた違うっていうラインすごい大きな差ですよね、うん、そのパンツをめくられるっていうのと、はいはいはい、自分から見せるという、自分のパンツっていうのは、はい、私は見てほしくて見てるんですよって、ここに性差を持たないでほしいという、うん、後ろの意味があるんですけど、うん、そこ、まあそんなの考えないで見てもらいたいんですけど、ね、実際は。この人はどうやって結果出してるのかとか考えないでほしいですけど、うん。でも多分それは作る側とか、うん、ある種そこに一緒に出てる芸能人の人たちが、うん、やっぱり考えなくちゃいけない本当は問題だとは思うけれど、まあ徐々に変わってきてるような感覚っていうのは、はい、あるんですかね。めちゃめちゃあります、うん、私よりも年上の芸歴の長い方たちとかが、うん、なんでこの新しい感覚にフィットできるんだろうっていうぐらい変わっていってます。あ、なるほどね、うん、難しいなと思うようなこの価値観をすごい敏感に察知して合わせていってるのを見ると、うん、わあすごいなと思いますね。うん、まあ、そういう人たちのこう見えてる視界って本当にこう、うん、広いもんなんでしょうね。で、今何をするべきなのかっていうのがすごくこうクリアに見えてる人たちなんだろうなとは思うんですけどね。はい、すごいですね、うん、まあ、でも今本当にそれこそ渡辺直美さんとかね、こう世界で活躍されてる方も増えてきてるから、はい、そういった自分の容姿がこうだからとかっていうようなそのコンプレックスっていうのもこう自分がなんか主体的に持つことによってそれもこう武器に変換できるみたいな場面って増えてきてるような感じしますよね。そうですね、
まあなんか言ってしまえばそれが武器にさえならなくなるぐらいが一番ベストなのかなと思いますけど、それさえもまあ言ってみれば自虐と同じ構造なのかなって、そうかそうか、はい、思うので、それがまだ ある意味それが使えるっていうこと自体がどうなんだろうかっていう、差別の目線が根底にあるからそれが武器になってるだけであって、なるほどね、はい、今なんか下着のプロデュースも始められた、はい、ということですけどもありがとうございます、はい、僕は以前この番組に神田うのさんがいらしてくださった時に、はい、師匠、ね、神田うのさんがいろいろなプロデュースされてますけれど、うん、まあ、そのアドバイスとしては、うん、その色とか、はい、そういう質感とかを、うん、だけをプロデュースするんじゃなくて型から作りなさいと、うん、はい、型からプロデュースしなさいっていうのが神田うのさんの教えだったので、それちょっとお伝えしておきたいなと、はい、ありがとうございますとにかく型を、うん、そう型を、はいはい、押さえとけと。もうゼロからデザインを書きましたので今回、はい、それは結構長年こうね、確かそれは中学校時代からそういうドレスを、はい、そうですね、作ってみたりっていうのはそういう興味はずっと継続してたんですかね。そうですね、大まかなファッション業界だとか、うん、そういう意味アパレルとかもそうだったんですけど、うん、やっぱ一番、うん、下着って女性のコンプレックスが現れやすいし、うん、実際に私が下着今まで合うものに合ったことがなかったから、うん、余計にゼロから作りたいなっていう気持ちはあったんですけど、うん、今回こうやってなんかこう一回インスタとかで発表したんですけど、うん、やっぱりまだまだ下着の悩みですら表に言えないっていう、うん、なんか感覚でみんないるんだっていうことが驚きで、うん、これはもうぜひやんなきゃなって余計に思いました。なんか、うん、もうコメントに載せたら誰かに見られちゃうかもしれないから DM でコメントをよこしてきたりとか、あ、なるほどなるほど、うん、それさえも言えない、黒ずみがとかだけなんですよ、はい、それでもやっぱ言えないっていうのがすごいね、皆さん繊細だな、繊細だというかやっぱ大変なんだなと思いました。うん、どんな下着をこう作られていくんですか？サイズ的にはもうちっちゃいサイズから大きいサイズで、うん、今まで日本になかったサイズをカバーできればいいなと思うんですけど、うん、まあ切りがあるんですけど、うん、まあそこで対局なんですよ、日本のブラって。寄せてあげるか、うん、もうダラーンとしとくか、うん、とりあえず乳首だけ見えないようにしとくみたいな。対局で、で、それでみんなどっちかに寄ってしまって、中間がないから、うん、でも、必ず形は、うん、崩さないでいった方がいいと思うので、うん、形も崩れないけどリラックスできて、で、かつデザインも、うん、自分、まあ、何パターンか用意したんですけど、今回。うん、自分が、セクシーでいられる気持ちになれるものとか、うん、なんか隠すっていう下着しか今までなくて、例えば巨乳の人だと、うん、だけどブリッとしてることに自分で高揚してほしいなっていう思いを込めて作りました。でも自分のための、まあ、そう、あ、そうですね、確かに。そこは多分ね、ずっとこう一貫されてるところで、その、うんうんうん、もちろん異性に対してうんぬんっていうことよりも、はい、やっぱりそのご自分自身が納得できるものかどうかっていうのは、うね、やっぱりなんかお話聞いてると、やっぱりその中学校時代からその北海道の空と対話してきた感じっていうのがずっと持続してるんだなって思うんですよね。でもやっぱりこういうこう、ね、割と芸能界の派手な業界とかにいるとやっぱり誰かにこういうふうに言われたとかっていうのはどうしても影響を受けちゃうけど、やっぱりなんかバービーさんの話聞いてると常に北海道の空と対話する、でもそれはイコール自分と対話することであるっていうことがなんか徹底されてるんだなって思って、うん、本当にこれから本当三輪明宏かバービーかっていうぐらいの話に、いや並びたいです、誰も別に三輪さんに許可取ったわけでもないですけどね、はい、ちょっと金髪しようかな、そうですねバービーさんのファッションについてリスナーの方からもメッセージが届いていますのでご紹介します、うん、ラジオネームクロウサさんです。今日のゲストはバービーさんと聞いてとっても嬉しいです。私はバービーさんのファッションが大好きで、すっごく可愛いと思います、うん、着こなし方をぜひ教えてください、お願いいたします、うん、ということです。着こなし方、うん、こだわりってありますか、着こなしに、うん、あ、私太ってる方、大きい方ですけど、全然ピチピチの着ます。あ、ぴったりサイズピチピチの着て、うん、
この間も友達に言われたんですけど、うん、女芸人の方で細い方だよねって言われて、いやいや細くない、うん、細くなくて、あのボディラインを隠してないだけだよって、うん、言ってるんですけど、必ずあのウエストマークベルトもするし、うん、露出も二の腕でがっつり出したりとかもするので、うん、もう服が可愛いなと思えば、うん、もうあの お肉気にせず、お肉気にせず。でもなんかそれもなんかのインタビューで読みましたけど、はい、結構そういうファッション感に影響を与えたのは、結構お姉の方たちと知り合って、うん、それのこ う、ね、なんとかスパークするようなファッションに結構影響を受けたっていうようなことをどっかでおっしゃられてましたけど、ドラッグクイーンさんたちみたいになりたくて、うんうん、そういうなんかこう過剰な演出っていうんですか、うん、ファッションでも、うん、そういうのが一個あるとやっぱ、うん、華やかだしモードになるし一気におしゃれになるのかなみたいなので、うん、結構大振りなのとかすること多いですかね、うん、なんかそのどん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 過剰になるんだけど、過剰をやっぱりそれをご自身でやっぱり引き受けてるっていうところが、はい、本当にかっこいいなっていうふうに思いますね、本当に。今日なんかもう、本当にボサボサに白シャツでなんかパジャマみたいな感じ ですごいポイントになっててかっこいいです。あ、そうですか。メガネをポイント、 ありがとうございます。ヒョウ柄ですか。あ、いやこれ普通に別行ですね。あ、あの踏み込んで失敗するタイプ。失礼しました。いやいやいや、お話がね尽きないんでございますが、はい、残念ながらそろそろお時間ということで、いやありがとうございます。本当に楽しかったです。いい機会でした、私にとっても。バービーさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストアクション、フォーリンラブのバービーさんでした。